あのね、簡単な話、今の国に足りないものは何かって言ったら、下品に聞こえたらごめんなさい、愛と金が足りないんです。国民を思うばかり気持ちと国民に対する気持ちが足りない、これなんです。そうですよ、国民に対して、国内に対して投資を大きく投下していく国、成長率伸ばしてますよ。当たり前のことです。投資のないところにリターンなんてない。この国は国民に対してどれぐらい投資してきた、逆でしょ、蛇口絞ってきただけ。それを取り戻そうって話、政治家がそんなことやるわけないだろって、じゃあやるっていう政治家を押すしかないよねって、先頭に立たせてくださいよ。そうお願いして5年が経ちました、令和新選組。今や8人の国会議員と50名を超える地方自治体議員、バックに統一教会もいないし、バックに大企業もいない。私たちのバックは一人一人の皆さんなんですよ。このままじゃ世の中やばいよな、社会が変わればいいのにな、そう思う一人一人が横に広げたことによって、国会の中では異例です。得体の知れない者たち、山本太郎といううぞうむぞうが全国のうぞうむぞうと作り上げたグループ、それが令和新選組でございます。この輪を広げたいんですよ。一番嫌がってる与党も野党もこんな存在嫌なんですよ。票や金で買収されないから、そこには興味ないんですよ。金に興味あるんだったら芸能界からこっち来てない、芸能界の頃の方が距離良かったんだから。不安やけどね、はい、そういうことです、はい、金のためにやってるわけじゃない、このままこの国で生き続けることが不安でしかないからなんですよ。変えたい、いや変えられる、もしも変えられないんだったら私一番におりますよ。変えられるんですよ、 50% が捨ててんだから、投票するの 50% が諦めてんだから、みんながその気になりゃそれはひっくり返せるよって。当たり前の話、大金持ちの数よりも圧倒的に庶民の数の方が多いわけでしょ。じゃあそれグリップしていこうよって、ハンドル握りましょうよみんなでって話ですよ。やってやりましょうよ、このまま終われるかよって、それだけの話です。非常にシンプルです。経済を徹底的に底上げしていく、それ以上のメダルもありません。そういうことです。ありがとうございます。